あんれ、こんぬつは、今日もお暑いかって。じゃあ、暑いね。そんな暑いと湯だっちまっていかなねえよ。あれ、リカちゃんまでねえですかい。ありがたや、ありがたや。ニパー、それより今日、サトコが買い物に来なかったですか？サトコちゃんの顔は見てないね。私がずっとお店番してたから、来れば見てるんだけどね。Thank you.
角のお惣菜屋さんが夕方に売れ残りを安くするでしょう。そこに行ってるかもね。さあどうだろう、夕方は人がたくさん来るから覚えちゃいないかもしらん。大丈夫？怪我とかしなかったかな？レナ、サトコを見なかったですか？サトコちゃんを？今日は見てないよ。サトコちゃんがお買い物の日だったの？そうです。会っていませんですか？わからないな。今日がさとこちゃんのお買い物の日なら、絶対にスーパーひなみざわの特売日を逃さないと思うもん。でも、レナもスーパーにいたけど、会わなかったし。何かあったの？さとこちゃん、お財布とか家の鍵でも忘れちゃったかな？どうしたの？困ってるなら力になるよ。話して。力になるから話して。ごめんなさいです。さよなら。あ、リカちゃん。
リカ?サトコ!あの、リカ?サトコ、こんなとこにいないで、お家へ帰りましょうです。あの、リカ、私、今日からこっちの家で暮らそうと思いますの。どうしてなのですか?私の、おじさんが帰ってきましたの。それで、こっちの家で、一緒に暮らそうって話になりまして。サトコは、そんなの望んでないはずなのです。意地悪なおじさんなんかと、一緒に住んで楽しいはずがないのです。でも、どうしようもありませんわ。リカの家へ帰っても、連れ戻されるだけですもの。リカに迷惑がかかってしまいますわ。さとこ、なんでほったらかん。どこ行きよんね。なあ、なんじゃよ、どれは。なんでもありませんの。お友達と会っただけですのよ。したらどうでもええんねん。それよか風呂おけ、磨かんかい風呂おけ。わしは風呂に入りたいしちゃったな、こら。遊びの約束だったかい。すまんの。ちょいと里子は家の片付けで忙しいんよ。わしは里子の叔父なんねん。ちょっと長いこと出張に出とってん。ようやく雛見沢に戻ってきたわけなんよ。なあね、泣く子も黙るわしの癌にビビってもうたんかいね。これはこれはどうもどうも、フルゼさんからお電話をいただけるなんて思いませんでした。何かございました？
し、赤坂とお話ししたいのですが、いますですか？赤坂さんですか？温泉行ってますよ、和倉温泉。なんでも温泉宿をやってる親類にご厄介になれるとかだそうで、いやいや、羨ましいことです。え、和倉ですか？石川県ですよ、能登半島の。赤坂と連絡は取れませんですか？お泊まりの旅館は聞いてませんしね。ものすごい高級旅館だって言ってたから、多分某有名なあそこだろうなとは思うんですがね。まあ最近の宿はガードが固いから、部屋番号も知ってないと繋いでくれませんしね。わかりました、もう電話はいいです。でも赤坂は綿流しのお祭りに来るとは言ってませんでしたか？そうです、こちらへは能登への行きと帰りに滞在されるんですよ。だから先日も一泊されてくつろがれた後すぐ立たれました。だから綿流しの直前にまたこちらへ戻ってきて滞在されると思います。あなたにお土産を買ってくると言ってましたよ。もしもし、何か伝言があるなら会った時に伝えておきますよ。いなければいいのです。ありがとうですよ、大石。ニパどうしましたか？緊急の用件と聞きました。私まで用とあっては穏やかな話ではなさそうね。ひょっとして例の件ですか？誰かに狙われているという。あなたの近辺は常時山犬の中でも特に優秀な連中が警護してくれているわ。あなたとあの日した約束をちゃんと守っているわよ。いえ、そうではないのです。お願いがあるのです。実は里子の危機を救ってあげてほしいのです。
サトコちゃんに何かあったんですか？あの北条鉄平さんがですか？なんてことでしょう。このままではいつ何があるのかわかりませんです。里子を助け出すために力を貸してほしいのです。こういうのはどうすればいいんでしょう。やはり警察に相談した方がいいでしょうか。さてどうかしら。現時点では何も起きていないわけでしょう。そんなのは時間の問題なのです。このままでは大変なことになってしまうのです。多分こういうのはまず沖ノ宮の生活相談所に訴えるのが先じゃないかしら。そういえば以前サトコちゃんが児童相談所に虚偽の通報をしたなんてことがありましたね。ちゃんと話を聞いてくれるといいのですが。サトコちゃん自身が助けを求めてくれないことには助けようがないのが悔しいです。入江先生の方から警察やお役所に連絡することもできるとは思うけど、そこまでが限界ね。気の毒とは思うけど。違うのです、違うのです。高野の力でサトコを助け出してほしいのです。それは強硬的な手段に訴えろということですか。僕はそういうお願いをしに今日ここへ来ていますのです。そうでなければこんな時間に押しかけたりしませんです。お気持ちはわかります。ですが入江、里子を大事に思うならどうか一生のお願いなのです。里子を助けてくださいなのです。サトコは、あと何日もしないうちに、本当にひどいことになってしまいます。それは、決まっていることなのです。もうしばらく様子を見てみようでは、見殺しにするのと全く同じなのです。入江は、去年のサトコを、もう忘れてしまったのですか？もうそうなっているのです。今この瞬間にも。そして、あと数日で、取り返しのつかないことになってしまうのです。
どうしようかしらね。高野さん、リカちゃんの頼みを聞いてあげてください。入江、去年さとこちゃんに何の手も差し伸べられなかった無力さに悩んだことがあります。これはその時傍観して手を尽くさなかった私が罪を滅ぼす唯一のチャンスだと思います。しかしそうはおっしゃいますけれど、当施設の責任者として正式に高野さんにお願いしたいと思います。さとこちゃんをどうか助けてあげてください。入江先生、助けるという言葉がどういう意味か少しわかりかねます。どうか落ち着いてください。さとこちゃんは我々にとって欠かすことのできない存在です。これまでも、そしてこれからも我々の研究に最大限貢献するでしょう。本件は高野さんの職務に含まれるものとお察しします。所長、入江京介としてお願いいたします。高野さん、どうか里子ちゃんを救ってください。高野も里子と仲良しだったはずです。どうか里子の友人として助けてあげてくださいです。助けてくださいという言い方がお二人とも実に偽善的ね。それはつまり叔父の方を何とかせよというご命令ですわよね。卑怯な言い方をすれば、妖精に対しどう対処するかを決定する権限が高野さんにあります。でもそれが卑怯ならば、私がはっきりそれを口にしても構いません。入江先生、いえ入江所長、そのご命令を実行すれば私は無論、そして入江所長も責任を問われることになりますが、その覚悟は終わりですか？構いません。申し開きをする場へ引き出されても、自身の心を裏切るより、はるかにマシです。左門がどういうものかもご存じないのに、大した虚勢だことで。高野さんが上手にやってくだされば、東京に知られずに済みます。それで、誰もが円満に決着できませんか？リスクばかりで見返りのない仕事ね。高野が望むなら、神社の宝物を他にもたくさん見せてあげますです。もう見せるのを意地悪したりしないです。だから、今回だけ助けてほしいのです。わかりました。これじゃ、私が悪者みたいだものね。ありがとう、高野さん。どういうふうに助けるかは一任いただきます。具体的なプランは、後でおこのぎと相談します。後ではダメです。今でないとダメなのです。そうですね。リカちゃんも、そして私も、今この場でしっかり納得のいく決着がつくことを願っています。こんな時間にせかして申し訳ありませんが、どうかお願いできませんか？二人とも、
さとこちゃんのこととなると目の色が違うんだから。わかりました。少し待たせるかもしれませんが、お待ちください。無理を聞いてくれてありがとう。いいえいいえ、私の給与査定者の頼みですもの。笑顔でお引き受けいたしますわ。リカちゃんはさっきの約束絶対に忘れないでよ。きっとなのです。神社に来た時はお饅頭とお茶もつけますのです。入江、さとこですが、お薬とかは大丈夫なのですか？おじは、さとこが逃げ出すと思って、家から出さないと思いますから、もうここへ来ることはできないと思います。幸いなことに、先週まとめて針と薬を渡してあります。ですので、しばらくは問題ないでしょう。ただ、強い精神負担は、薬でも抑えきれません。少しずつ追い詰められ、いつか取り返しのつかないことになるでしょう。そのいつかというのは、ほんの数日後の話なのです。お待たせ。ああ、いかがでしたか？残念だけど、簡単に行かなくなったわ。どうしてですか？つい最近、沖ノ宮で殺人事件があったらしいの。その事件に何らかの関与があると疑って、北条鉄平を警察がマークしてるらしいわね。事件？何ですか、それは。マミヤとかいう女が、園崎家の上納金に手を出して、見せしめに殺されたとかなんとかで、警察が北条家と園崎家の関係に慎重になったらしいのよ。その女はどうも、北条鉄平と実婚らしい。綿流しも近いしね。お社様のたたりの5年目を何とか阻止したい警察が、北条鉄平が今年の犠牲者じゃないかとマークして、釣り糸を垂らしてるって話みたい。釣り糸って、何なんですか？北条鉄平をマークしてれば、お社様のたたりの真犯人を、釣り上げられると睨んでるのよ。なんてことだ。ではリカちゃん、本当に申し訳ないんだけど、警察のマークが外れるまで山犬には手の出しようがない。そんな、山犬の方ならもっと困難な任務でもこなせるでしょうに。それは入念な準備と計画に基づき、しかるべき機を見ての話です。通常は長い監視期間を設け、その上でタイミングを測ります。同等の任務なら半年から1年をかけるところです。今さら言うことではありませんが、私たちは決して日の当たるところへ出ることができない存在です。日の元へ出たならば灰になる存在なのです。だからマークされ、眩しく照らし出された今の状態では、近づくことすらできない。では、いつならその気だと言うんですか？最も早くて、綿流しの後ね。多分、綿流しが終われば、警察もマークを解くかもしれない。
ではどうすれば里子ちゃんを救えるというんですか。日の当たる世界では日の当たる世界のルールで解決するのが筋かと思います。例えば警察へ相談する、児童相談所に相談する、差し当たっては学校、警察、あるいは。それは何度もやったけど無駄だった。私はお前たちにずっと協力してきた。何の見返りも求めず、ただただこの身を捧げて協力してきた。それなのにどうして里子の一人だけが救えないというのか。あれだけの力を持ちながらどうして里子を救うことにのみ臆病なのか。何の力にもならない警察や役所、そして利用するだけして何も助けてくれないお前たち。もういい、もういい。私はよくわかった。この世界が袋小路だということがよくわかった。もうお前たちには興味ない。この世界にも未練はない。そうさ、あれだけの幸運に恵まれても結局私はこの運命から逃れられなかった。そうさそうさ、またいつもの運命。お前は山奥で焼かれて死ね、お前は睡眠薬で自ら死ね、そして私は当然のようにまた死のう。どういう殺され方をするのか未だに知らず命を散らそう。ここは運命の袋小路、行き止まり。私は生まれた時から殺されるために生かされている運命の家畜。みんな死ね死ね、みんな死ね。どうせ終わる世界なんだ、消えてしまえ。Thank you.
羽生、あんたの言いたいことは分かってる。だから運命に期待するなと言った。でしょ。期待するななんて、酷な話よ。あれだけ全てに恵まれた。サイコロを振る前から、6が出ると確信できる世界なんて、初めてだった。あれだけの勢いがあれば、きっと打ち破れると信じた。それでも、あんたは、あのおもちゃ屋の時から、ずっと言ってたわね。期待しすぎるな、と。僕も、リカと一緒にいて、短くないのです。だから、リカに聞かれると思って、先に言いますです。僕にも今日の運命など分かりませんでしたです。ただ、僕から助言できるのはただ一つ。この世の運命なんて、秋の空より気まぐれで、一喜一憂するにも当たらない、祭事に過ぎないということなのです。100年ちょいを生きるくらいじゃ、そこまで悟るなんて難しいわね。でもリカ、僕も何度か言いましたが、今回の世界は奇跡ではありませんです。我慢強く待てばきっとまた巡ってくる世界なのです。我慢強く待てばって、それは何十年後、何百年後の話なの。もう私たちには力は残っていない。多分、再び世界をやり直しても、昭和58年の6月より前へは戻れない。それどころか、戻れる時間はどんどん短くなっていく。そんな短い日々を、再び奇跡が起こるまで、ずっとずっと繰り返せというの。数年を繰り返す世界ですら、狂ってしまいそうになるというのに、たった1、2週間の世界を、再び奇跡が起こるまで、永遠に生き続けろというの。無理よ。無理無理、絶対無理。リカ。これが希望をすべて打ち砕かれるということね。もう、何もかもがどうでもいい。この世界だけじゃない。これからの世界もすべてどうでもいい。このまま灰になってしまえたら。リカ、そんなことを言ってはダメなのです。リカ、リカ。
しましたか？今日は北条さんはお休みですか？古出さん、何かあったなら話してください。北条さんは今日はどうしたんですか？風邪でお休みですか？うるさいな。帰るわ。古出さん、何があったか話してください。先生はきっと力になれますよ。北条さんのおじさんが？それは本当ですか？だいたい状況は分かりました。大変なことになりましたね。で、そこまで知って、あなたは何ができるの？今日、夕方に家庭訪問に行ってみます。まずは、さとこちゃんに会って、事情を聞いてみます。それで、問題があるようならば。児童相談所に相談するって言うんでしょ。さとこは、過去に嘘の通報をした記録が残ってると思うからね。虐待の確たる証拠がないと動いてくれないわ。人が殺されるまで捜査をしてくれない警察と全く同じよ。さとこが殺されるまで相談所は動いてなんかくれない。そうすると相談所も学校もこう言うの。いじめの兆候は全くなかった。普段は明るくて全く予見できなかったって。
誰かが用意してくれたコメントを読み上げるみたいに同じことを言うのよね。本当にバカばっかね。そこはきっと相談所の人が何とかしてくれると思います。私も北条さんの窮状をしっかり訴えます。そんなの証拠があるかどうかなんて関係ないじゃないですか。自習だと言ったはずですよ。委員長は皆さんを連れて教室に戻りなさい。そんな場合じゃないです。聡子に何かあったら先生どう責任を取るつもりなんですか。取れないでしょ。ひよってる場合じゃないです。すぐに行動を起こさなきゃダメです。お姉のバカとかはちゃんとした証拠がないとむしろ事態を悪化させかねないとか言ってますけど、そんな証拠が残った後じゃ遅いんです。ミヨンはサトコを見殺しにする気。そこまでは言ってないよ。さっきも言ったようにサトコには過去に沖宮の相談所に嘘の通報電話をした経験があって、それ以来マークされてるんだよ。だからしっかりした証拠がなければ必ず訪問調査だけして様子見ってことになる。それはどういうことか考えなよ。叔父の怒りに油を注ぐだけ、サトコを余計追い詰めるだけなんだよ。くそ、なんだよそれはよ。何かある前に手を施すのが救うってことだろ。サトコに何かあるまで放置しろってのか。みんな落ち着いて。私もしーちゃんやケイチ君と同じ意見。何かあるまで様子を見ようなんてのは絶対思わない。なら何ができるのかを考えなくちゃ。何かってなんだ。児童相談所に相談することだろ。絶対に助けてくれるならいいが、様子見になる確率が高いってミオはそう言ってるわけだろ。うん、悔しいけど昨年がそうだったように今年もそうなる可能性が極めて高い。しかも今年は昨年に比べたら状況がまだまだ甘いの。去年は里子が十分に追い詰められている状態だった。でも今回はまだ叔父に連れ去られて一日しか経ってない。しかも叔父は一年間放置していたとはいえ親権を持ってるし。そんな周りくどいことなんか必要ないでしょ。そんな野郎待ち伏せてぶっ殺してやればいい。しーちゃん、そんなのダメ。サトシ君はそんなのを絶対に喜ばないよ。じゃあサトコをどうやって助ければいいんです。サトシ君に頼まれた。サトコを頼むって頼まれた。私、サトコに何かあったらサトシ君に顔向けできないよ。サトコがいじめ抜かれた後じゃないと手が打てないなんて、そんなの方法じゃない。目の前で現在進行している犯罪はまず通報するの。違うでしょ。止めなきゃ。私たちの手で自ら止めなきゃ。落ち着きなよシオン。おねえ、その先本家の当主でしょ。本家の力でサトコを助けてよ。
助けるくらいの力は十分にあるでしょうね。わかってるよ。ダム戦争で遺恨が残る北条家には一切関わらないってばあさんの方針なんでしょう。里子がどうなろうと見て見ぬふりというのがその崎本家の方針なんでしょう。沖の宮の相談所に助けられなくて園崎家にも助けられないなら私がやるしかないじゃないですか。私がやるよ。里子を不幸にする奴はぶっ殺してやる。今すぐ殺してやる。この場から里子の家まで行って刺し殺すのに1500秒もかからないんだから。あんたたちには1500秒で何ができる？何もできないでしょ。私が助ける。私が里子を助けるの。離してよ、離してよ。今から殺しに行くんだから。シオンさん、お静かになさい。物騒なことをこれ以上言うと怒りますよ。リカ、大丈夫。もう何にも期待なんかしないから。期待なんてどこにも残ってない。こんにちは。北条さん、いらっしゃいませんか。なんじゃいね、踊れは。やかましか、とっととうせえ。こんにちは、北条さんでいらっしゃいますか。私、
やかましか。新聞も牛乳も保険も間に合っとんねん。わしゃ今むっちゃ忙しいよ。仕事中じゃいねん。私、雛見沢文庫教諭の知恵と申します。北条さと子さんはいらっしゃいますか？なあ、なんじゃよ。どれ、なんで踊りにさと子合わせねえならんねん。今日北条さんが学校をお休みしましたけれど、連絡がなかったもので何かあったのかと思いお伺いさせていただきました。ああ、学校？はい、さと子ちゃんはいますか？ちょっとお話ししたいことがあるのですが。ああ、風邪なんね。そうそう、さと子は風邪で熱出してるんですわ。プリントとかをお渡ししたいので、ちょっとだけお話しすることはできませんか？ドアホ、踊れ話聞いてなかったんかい。さと子は風邪じゃ。うなっとるね。それを合わせられるかい、ボケ。そうですか。明日は登校できそうですか？知るかいな。そんなもん明日になってみなきゃわからんわ、このクソボケ。そうですか。わかりました。では、さと子ちゃんによろしくお伝えください。失礼します。先生、どうでしたか？さと子のとこに行ってきたんですよね。皆さん、それが聞きたくて待っていたんですか？千恵先生、さと子はどうでしたか？無事でしたか？それがその、会わせてもらえませんでした。あんた何しに行ったんですか？ガキの使いじゃないんです。会えませんでした、そうですかで帰ってきちゃ意味ないじゃないですか。やめなよシオン。そんなこともあるだろうって予想できたことだよ。どうせサトコの顔に青あざがあるに決まってます。だから会わせられないんです。そこは無理やり押しのけても家の中に踏み入るくらいしなきゃダメなんです。だからもう先生なんて信用できないって言いました。本当にごめんなさい。やめなよしーちゃん。先生はできる範囲の最善を尽くしてくれたよ。だがこれで本当にはっきりしたな。そのさと子のおじってやつがさと子を家に閉じ込めているってのはどうやら間違いないみてえだ。そんなの確かめる前から分かってます。リカちゃまがそうだって昼間からずっと言ってるじゃないですか。それを確かめるだけに半日費やしたんですよ。それでどうするんですか？どうやってさと子を助けるつもりですか？だから落ち着きなって。それをみんなで考えようよ。シオンがさと子のことを大事だと思うように、私たちだって大事に思ってる。決して見殺しになんかしない。私たちにできることを考えようよ。そうですね。私はもう考えて提案しましたよ。私がたった一人で今日中に決着できるものすごくお手軽な方法です。死体を隠すとこだけお姉の力を借りますが。だからしーちゃん、物騒な話をするのはやめて。しーちゃんは人殺しのことを簡単に考えすぎなの。人を殺せば解決できるなんて考え方は、およそ思いつく考えの中で最低の最低、本当の最低のことなの。
なら他に提案をしてみてくださいよ。私の提案が最低の最低なら、私よりほんのちょっぴり上等な程度でいいですから、代案を聞かせてください。ほらほら、何も言えないじゃないですか。私なら1500秒で里子を救える。お姉の力なんか借りられなくてもいい。死体なんか私が引きずって鬼ヶ淵の沼にでも放り込んでやる。ほら提案してくださいよ。これより早くてすぐに里子を救える方法を。だからそうじゃないの。一人で悩んだらそんなことしか考えられないの。ならはっきり言ってあげるよ。1500秒？かかりすぎでしょ、そんなの。私なら1000秒かけないよ。しーちゃんなんかみたいにぐちぐち言わずに黙って教室を出て行って、もう実行してるよ。なんでそうしないと思う？昔、誰かに教えられたことがあるの。たとえそれしか方法がなかったとしても、殺人に訴えるのはいけないこと。正しいことじゃない。最善手なんかじゃないの。それしかないと思ってしまうことが、一人で悩むことの限界なの。みんなで考える。みんなで悩む。確かに、今この瞬間は、しーちゃんの短絡的な提案に対する提案をできないけど、私たちがみんなで考えれば、絶対にそれよりいい解決策が見つけられるよ。いいとか悪いとかの問題じゃないです。1分1秒でも無駄な時間を費やせば、里子がどんな乱暴されるか考えればいいじゃないですか。北条って姓がそんなに憎らしい？サトシ君やサトコがどんなに辛くても、誰も手を差し伸べないの？私が助ける。ごたくなんてもうたくさん！そこをどいてよ！そこまで言うなら今から行ってくる。あいつをサクッと殺して、サトコを助け出してくる。ダメだよ、しーちゃん！しーちゃん！お前たちは呪ってろ。自分たちの無力さをいつまでも。そしてより集まって思いつきもしない妙案を議論し合えばいい。そうして里子のために何かしているという免罪符を得ながら、里子を看板に見殺しにしていけばいい。あんたたちは誰も里子のことを大事に思ってないんだ。里子のことなんか遊び友達だとしか思ってないんだ。私は違う。里子は友達以上、家族だとすら思ってる。あんたたちとは里子を大事に思う心が違うの。じゃあね、殺してくるね。さようなら。待ちな。何を邪魔する気ですか？シオン、お前、レナの言ったことが半分も理解できてねえだろ。半分どころか、お釣りが来るくらいに理解してますよ。殺しをするほんのちょっとの度胸があればすぐに救えるのに、それを綺麗事でごまかす偽善の話ですよね。シオン、お前が人殺しをしてまでサトコを救ったとして、サトコは感謝すると思ってるのか？感謝が欲しいわけじゃないです。別に私は差し違えてもいい。それで里子が幸せになれるなら本望なんですから。違うな。口先の威勢はなかなかいいが、お前には差し違える度胸なんかありゃしねえな。その証拠に、お前はさっきミオンに死体を隠すのを頼みたいようなことを言ったじゃねえか。それはつまり、差し違えたくない。おじをぶっ殺した後、
元の平穏な生活に戻りたいって願望の現れじゃねえか。お前が本当に望んでいる世界は、ついこの間までの世界、俺たちみんなが仲良く楽しく過ごしていたあの世界への回帰なんだ。だがな、お前が殺人を犯せば、絶対にその世界へは戻れない。そうそう簡単に完全犯罪なんかができると思うなよ。お前は絶対に逮捕される。それくらい覚悟の上です。里子の苦しみを私が懲役で変われるなら本望です。違うな違うな、絶対にそれは違うな。お前は自分を呪うぜ、かけてもいい。どうして自分が殺人なんて貧乏くじを引かなくちゃならなかったのか、未練がましく自分を呪うんだ。そしてその時になってようやくシオンが本当に求めていたことに気がつくんだよ。それは叔父を殺すことじゃない、みんなと元の世界に戻ることだ。そしてそれは殺人を犯すことで台無しになってしまうんだよ。そしてお前が自分を呪うように、サトコも自分を呪うだろうな。自分が原因でシオンが殺人を犯す羽目になったとずっと後悔すると思う。第一、お前がいなくなったら誰がサトコにカボチャを食わせるんだよ。誰がサトコと陰険なトラップの相談をするんだよ。お前だろ、その崎シオンだろ。お前が本当に目指す世界には、お前が里子の脇にいなければダメなんだよ。そこを間違えるな。里子のためだと錯覚して、自ら取り返しのつかない間違いを犯すんじゃない。そこまで言うなら、ケイちゃんは里子を救う方法を何か提案できるんですか。できないでしょ。口先だけの綺麗事で私の邪魔立てをするな。だからそこをどいて、殺す。私が今から殺しに行く。シオンを生かせるわけにはいかねえな。俺たちの望む世界はシオンが欠けたら成立しない。だから俺はお前を生かさないぞ。ほう、そうですか。ならケイちゃんは北条鉄平をかばってるってわけですね。なら同罪だ。お前から先に頭を叩き割ってやる。ちょっとバカシオン、やめなよ。シオンさん、その椅子をどうするつもりですか。やめなさい。椅子を床に置きなさい。ケイちゃんがこの後に及んでまだ私が本気だって分かってないならマジで血見ます。謝んなくていいですから、とっととどきやがれてんです。シオン、確かに今この瞬間俺はよりいい提案をできない。でもそれは今思いついてないだけのことだ。俺たちはきっときっと佐藤を助けるもっとマシな方法を考え出す。絶対にだ。絶対に俺たちが里子を救う。だからな、信じろ仲間を。仲間である里子のために手を汚さない連中に里子を仲間呼ばわりされたくないです。もう一度は言わない。そこをどきやがれ。シオンこそ頭を冷やして考え直せ。俺たちはきっと里子を救える。それを信じろ。だから短絡的な考えに走るんじゃない。仲間を信じろ。仲間呼ばわりされたくないってんなら俺を信じろ。前原圭一が必ず佐藤を救う。だからそいつにかけてみろ。黙れ無力。お前なんか信じられるか。お前にどうやって佐藤が救えるというのか。しよう。
へ、答えねえな。その程度で俺が道を譲ると思ったかよ。殺されたって俺はここをどかねえぞ。お前を生かせればシオンのいない世界になる。その世界ではいなくなったお前のことをずっと思って毎日うつむいているサトコがいるんだ。俺たちがどうやって慰めてもその場だけは元気そうにするが、すぐにまたうつむいてしまう。そんな悲しい世界があるんだ。俺はサトコにそんな悲しい世界を見せたくない。俺や俺たちが描く世界は、昨日までがそうだったようにみんなで楽しく過ごして暴れて遊べるあの世界だ。もちろん叔父の野郎なんかに二度とサトコを泣かすような真似はさせない。それがどういう方法なのか今この場では確かに思いついていない。でもそれは絶対に思いつく。絶対だ。だから俺を信じろ。校長先生、よく耐えた千恵先生。一部始終は聞かせてもらいましたぞ。私が至らぬばかりに申し訳ありません。昨日の今日の出来事ではあるが、わしももはや猶予のならない事態だと思っておる。しかるべきところへすぐに連絡するべきであろう。でも校長先生、児童相談所には過去にも相談したことがあって。どうせ助けてなんかくれませんよ。他力本願もいいとこです。その崎シオン君、私は言葉の中で最も憎むべきものがあるのを知っている。それが何かわかるかね。今君が言ったどうせという言葉だ。どうせという言葉は、戦いもせず負けを認める最も醜い言葉だ。その言葉を口にしたとき、すでに戦いには負けておるのである。私も校長先生の意見に賛成。どんな策があるにせよ、頼るべき順序があると思うの。生活相談所に相談するのは多分一番最初にするべきことなんだと思う。それでダメなら2番目の手、3番目の手を考えればいい。試しもしないうちから諦めるのは、私は見殺しにするのと何も変わらないと思うから。校長、もちろん通報するからには絶対佐藤を助けてもらえるように言い含めてくれるんですよね。無論だ。北条君はわしの可愛い教え子である。きっと助けてもらえるようわしにできる最善を尽くす。児童相談所は迅速ですから、今から通報すればきっと今夜にはもう動いてくれるでしょう。それで里子が救われればいいんだけど、もしもまた様子見なんてことになったら。それがダメだったら次の手を考えようよ。私たちが諦めない限り絶対に里子ちゃんを救えるんだから。いつまでも綺麗事を言っててください。そうしてのんびりしてるうちに里子は癒しようのない心の傷を負うんです。見殺しにしてるのはどっちなんですよ。シオン、俺はさっき約束したからな。俺たちは絶対に里子を救う。それもお前みたいに差し違えてでもなんて話じゃない。里子が本当に幸せになれるような最高の形で救い出してみせる。見てろ、絶対だからな。前原圭一が絶対と言ったらそれは絶対なんだ。園崎家の方でこの後のことは確認するよ。分かったらみんなに電話するよ。
それで無事解決すれば最高だからな。もちろん楽観はできないね。様子見になる可能性が一番高いね。そうなったらどうする？その時は…くそ！知恵先生、職員室に行きましょうぞ。早速電話をしましょう。ええ。よく説明しないといけません。Thank you.